はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、一番基礎的なリサーチ方法についてお伝えさせていただきます。実は、類似した動画、以前も出したことあるんですが、こちらのやり方っていうのは、何回言っても、それで十分ということがないほど奥が深いんですね。商品リサーチをしていて、どんな方法で商品リサーチすればいいだろうって迷う方、本当に多くいらっしゃいます。先に答えから言うと、この方法でやったからいいだとか悪いってことは、 全くないんですね今回私がお伝えする方法っていうのもあくまでも一例であってこれが全てではありません。とはいえ、やはりこれから物販を始めようって思ってる時に商品リサーチの方法何かしら一個まずはやるとしたらどうすればいい っていう点を気になる方ってかなり多いと思います。今回はアメリカアマゾンを使って調べますが、日本アマゾンでもヤフオクでもメルカリでも何でも同じです。基本的には販売する予定のサイト、中国アメリカであればアメリカアマゾンですが、そのサイトの情報をチェックしてみる。 これが一番スタンダードというか一番エッセンシャルと言いますか。要するに必須であり基礎的であり一番楽な。 あまり楽って言葉使いたくないですけれども、商品リサーチの方法になります。では、早速やっていきましょう。この最初にね、検索窓に何て言葉を入れるのか、でも思いっきり悩んじゃう方って多いんですが、そこは自発的にやっていただきたいんですね。何のキーワードを入れたからいけないなんてことはないですから、まずとにかく何かのキーワードを入れてみる。まあ、ウーマンでも面でも、 性別に関することでもいいんですが、なるべく一般名称ですね。一般名称っていうのはバッグとか、ブリーフケースだとか、靴下だとか、そういった また、商品の一般名称を何でもいいです。何でもいいから1個入れてください。今回の場合は、ちょっとアメリカ、アマゾンなんで英語になるんですけど、まあ、ソックスっていうキーワードで入れてみます。そうすると、10万件以上の検索結果が出てきますね。この中から1個選ぶっていうのは、もう海岸の砂浜の砂の中から特定の砂粒を1個選ぶぐらい難しい話です。ここで探すっていうのは無理ですから、 じゃあ何を使うのかっていうと、サジェストというものを使います。サジェストは、このソックスっていう単語を入れてスペースを押すと自動的にバーって出てくるものなんですが、これ金能の,の銀能の,のだって私はよくよ呼んでます。要するに、あなたが探しているソックスはこういうソックスですかそれともこういうソックスですかっていう、アマゾン側の提案、提案のことを英語だとサジェストとかサジェッションって言いますよね。それなんですよね。 要するに、もうちょっと細かくして探した方があなたも探しているもの見つかりますっていうアマゾン側の配慮です。これはアマゾン側で今までこの検索窓で皆さんが調べたその統計に基づいて出てるものですから要するにソックスって入れた人は二つ目のキーワードとしてここら辺のキーワードを入れる方が非常に多いということなんですね。もうそれに単純に従って出していきましょう。まずはこのソックスウィンターっていう風に書いてあったのでそれをまたクリックしてみます。そうするとまだ4万件ありますね。 4万件の検索結果から1個を選ぶのっていうのは今度は砂場の中から特定の砂粒を探すぐらいやっぱり難しいですまたここでスペースを押してみるとサジェストまだまだ出てきますねでこの中で例えばそうですねまあ、ブーツとかありますからこれクリックしてみましょうで私ポコポコクリックしてますけどこれって皆さんの好みに従って初めはクリックしちゃっていいです必ずソックスクリックした後はウィンターだとかソックスウィンタークリックした後はブーツだとか別に決まってるわけじゃん ないですから、そこに関して、その唯一絶対の法則があるだとか、思わないようにしてください。私もなんとなく、あ、このキーワードでいいかな、このキーワードでいいかな、みたいな感じで、なんとなくクリックしてるだけです。はい。1万件の検索結果になりまして、今、サジェストをしたら、あとはまあ、女性用っていうキーワードを入れますか、入れな、入れませんか、ぐらいまで絞れてきましたね。 はいまあ、ブートで調べているので女性っていう風に入れる方も多いっていうことなだと思いますから、まあ、ここはそのまま従いましょうそうすると検索結果はやっぱり同じですねそうですね普通ブーツって言うと、まあ、女性ものの方が多いですからソックス、ウィンター、ブーツ、フォア、ウィメンの検索結果が出てきました 靴下、冬、ブーツ、女性用っていう検索キーワードですね。この結果はまだ1万件も出てきてます。でもとりあえずバーって見てみましょう。まあいろんな靴下、要するにブーツを履いて いるそのブーツの下に履く靴下ですからそれなりに長めでしっかりしていて冬物なので厚手のものということになりましたねでこういった足が映ってるやつってなんかすごくイメージがつきやすくてわかりやすいしこういうのも非常にわかりやすいですよね、まあ、とにかくですねいろいろなブーツ用の靴下ってあるんですが2種類あることがわかりますねこれざっくり見ているとですけどまずはブーツの下に普通に履く長い靴下 あともう一つは、このブーツの履いたこの口の部分をキュッと温める、折り返して温めるような靴下。二つ出てきます。まあどっちでもいいんですけれども、こっちの方がどっちかと,いうとスタンダードな靴下ですから、こっちのなんか面白そうな方に着目してみましょうか。見てみると、ロリータ2ピアーズウィメンズブーツカフス。 ウィンターショートケーブルネットレッグウォーマーズブーツソックスギフト。まあ書いてあります。これ何を見てるかっていうとですね、この商品のタイトルに共通して使われている単語っていうのは何かなと思って探しているわけです。まあ他の商品、類似品ですね。こちらとこちら類似品で別の業者が出しているものですが、ショートブーツソックス、クロッジェット、ニットブートカフスっていうワードが出てきますね。 はい。このカフスって、まあ、要するにカフっていうのは、うん、ハンドカフスっていうと手錠って意味なんですが、まあ、輪っかみたいなものですかね。このカフスっていうのが、こういったソックスを直接探す際には必要になってくるワードということがわかりました。ブートソックスというよりは、ブートカフスっていうワードですよね。ってことで、ここでソックスの後ろにカフスって入れてみましょうか。はい。カフスと入れてみました。これでもう一回検索してみましょうか。 はい。当然なんですけれども、カフスっていうキーワードをポコンって入れましたので、はじめから、ブーツを履くときに、一緒に履くソックスなんだけれども、足先を覆うものではなくって、この足とブーツの隙間を埋めるようなものっていうのがドカンと出てきました。検索結果2000件ですね。あー、またこれいい検索ワードを見つけちゃったなって感じ。まあ、とにかく私、このカフスっていうワード知らなかったんですよ。このブーツ、 ブートカフスっていうのかブーツカフスっていうのか別なんですが、私今回ガチンコでリサーチしてますから、これ調べるまでこんな商品があるっていうのは今の今まで知りませんでした。しかしながら単純にサジェストをポコ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 と辿っていって、これ以上絞る人はいないんだなっていうのを、サジェストのこの検索結果が、まあ、これ3つぐらいですよね。3つとか2つとか1つになったらこれ以上絞らなくてもいいんじゃないっていう、その境目の段階に来てるってことですから、ソックス、 はじめはこのカフスっていうのを抜いてウィンターブーツフォーウィメンで調べてみたら、このカフスと今呼び方はようやく分かった、こういった商品が出てきて、あこれなんだろうなと思って、単純に好奇心旺盛のね、小熊ちゃんがなんか気になったものをパクって口の中入れてみるような感覚で、なんとなくカフスっていうワードを入れてみたら、まあ当然ながらカフスがドバンって出てきたんですね。はい、これです。 はい。あとは、この類似商品っていうのを、商品を買い付けるサイトですね。中国アメリカの方であれば、アリババ、中国のアリババで調べていくってことなんですが、さらにもうちょっとだけ深く見てみましょう。深く見てみるっていうのは簡単な話で、じゃあこの商品自体っていうのは売り上げどうなのかなっていうふうに見てみます。 1>, 1ページ目から3ページ目まで見てみて、まあそれなりにレビューがついたものがボコ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 出てるんですけれども、3ページ目に行くとですね、はい、この商品見てみてください。レビューがない商品も3ページ目に入ってますね。これどういうことを表してるかっていうと、我々が新規出品した商品が一時的に上位表示された時にレビューが全くないわけです。初めて作った商品ページですから。でもレビューがない商品でも上位表示されているっていうことが分かれば、我々もレビューがない状態で、この 商品検索結果の上位に乗っかっていくことができるんじゃないかなって思います。あとはですね、今回着目はしなかったんですけど、今出てきたこちらの商品、足先は覆ってないんだけど、ここの部分ですね、足の 足首から上の部分、まあブーツの境目ぐらいまでここに出ている、こういったソックスっていうのも出てきますね。まあこれもこれで面白いんじゃないんでしょうか。このような形で商品を絞っていく。で、今回も2種類見つけました。こういう短いものと、あとこれも気になってこの長いもの。少なくとも普通の靴下とはちょっと違う視点の靴下、カフスというものを見つけられました。このようなやり方で商品リサーチをしていくっていうのが、まあ一番手っ取り早いというか入りとすればいいのではないかなと思います。 というわけで、久しぶりの商品リサーチ動画でした。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。